リーゼ、本を読んでいるところすまない。少しいいだろうか。はい、どうされました、レンお兄様。怪我の応急処置について聞きたいのだが。お兄様、どこかお怪我をされたのですか。いや、そうではない。騎士団の訓練中に擦り傷を作るものが多くてな。その場でできる処置が知りたいんだ。なるほど。では応急処置の手順をお教えしますね。ああ、頼む。まず傷口をお水で洗い流し、異物を取り除きます。異物というのは砂や埃などか。はい。次に清潔なガーゼやハンカチなどを直接傷口に当て、手のひらで圧迫し止血をします。うん。もし出血がひどい場合は傷口を心臓より高く上げてください。ゴムなどで縛ったりするのはダメなのか。時と場合によりますが、ゴムで縛ると循環障害を起こすこともあります。また痛みが強くなったり、患部が熱を持ったり腫れたりした場合は感染症が疑われます。そういった時はすぐに医療機関に行ってください。わかった、感謝する。いえいえ、レンお兄様のお役に立てて光栄です。どうされたのですか、私の顔をじっと見て。いや、私の知っているリゼはこんなに立派だったかと思ってな。まあいい、読書を続けてくれ。時間を取ってすまなかったな。はあ、危なかった。